1月22日日曜日、被災元町にある被災市民会館で第15回被災音楽祭が開かれました。この被災音楽祭は新しい音楽文化の創造につなげようと、平成9年度に旧被災市でニューイヤーコンサートとして始められました。合併後も市内で活動する音楽団体が日頃の成果を発表することによって、音楽団体の育成と地域の音楽文化の振興を図ろうと、被災音楽祭実行委員会と津市が開催している恒例の音楽の祭典です。音楽祭は今年で7回目の出演となる市立被災中学校、被災西中学校、被災東中学校の生徒90人による合同バンドが繰り出す迫力ある演奏で幕を開けました。この日はこの中学校合同バンドを含め、コーラスグループやオーケストラ、またギター・マンドリンの合奏団や合唱団など、市内を中心に活動する幅広いジャンルの音楽団体9団体が出演し、会場に詰めかけた来場者を楽しませました。披露された曲目は待ちぼうけ、青い珊瑚礁、ドレミの歌、崖の上のポニョなど、普段から聞き慣れた曲も多く、来場者はそれぞれの団体が奏でる美しいハーモニーや力強い演奏に聞き入っていました。そしてプログラムの最後は、この日の出演団体が参加する被災フェスティバルオーケストラのいつでも夢をと、ふるさとの演奏が行われ、会場が一体となっての大合唱で幕を閉じました。関係者は、地域に根付いた音楽の祭典として、今後も音楽を通して地域の交流、文化活動のさらなる発展に取り組んでいきたいと思いますと話していました。